なんであの時筋トレをサボってしまったんや。なんであの時俺はシュート打たへんかったんやって。全力でやらへんかったんやって。本気でやらへんかったんやって。後悔しか出てこへんねん。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスター、おかっちです。明日があるさ、明日がある。昔、こんな曲が流行りました。無責任ですよね。誰にもわからない明日が来るなんて。俺はそうやった。目の前から大切なものが突然なくなった。今日はその話です。今まで誰にも話してない。話すのがな、ちょっと怖かったんです。でも今日はやります。一発勝負です。メガネいらん。大学3年生の時、チームスポーツのラクロスという競技で全国3位になりました。リーグ戦関西制覇、そして社会人チームを倒して全国大会に出場。俺自身もめちゃくちゃ活躍できて、その年にベスト10プレイヤーに選ばれた。今までね、何をやっても結果が出なかった。ずっと補欠で、居場所がなくて、いじめられっ子で、KY って言われてた。そんな俺が、みんなから必要とされて、認められて、そして結果を出すことができた。自信になったよ。支えになったよ。力になったよ。そして今年は、絶対に全国1位になる。そういう強い覚悟を持って練習をするつもりやった。そんな時に事件が起きた。リーグ戦の第3試合目、もう相手どこかはもうわからん。いつも通りウォーミングアップをする。パスの練習、ドリブルの練習、そしてシュートの練習、一通り終わって、瞑想の時間、ヘッドホンつけて音楽を聴いて、その日の成功のイメージをする。今日も俺は絶対に点数を取るぞ。なかなか試合が始まらへん。周囲がざわざわしてきた。え、どうしたんやろ。目を開けるとキャプテンが泣いて俺たちの元に駆け寄ってきた。ピーピーピー、審判の笛が鳴った。大きく手を交差して、何それ、そんなサイン見たことない。え、何それ、どうしたんどうしたんどうしたんって審判が言った。今日の試合は無効試合です。同志社大学の負け。え、何何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 何、なんで戦ってないやん。なんで、何無効試合って、なんで負けな。キャプテンの梶原が言うた。チームとして会員証を持ってくるのを忘れた。だから今日は試合に出られへん。俺が悪い、ごめんな。いや、お前は悪くないけど、いや、会員証なかったら試合に出られへんの。そ、知らんかったけど。え、なんで会員証が持ってない具合で負けになんの。え、おかしいやんそれ、なんでな。言うても何も変わらへん。リーグ戦のめちゃくちゃ大事な試合を戦わずして負けてしまいました。でもこんだけじゃない。悲劇って結構続くね。一週間後、ラクロス協会からメールが届きました。内容は、今年度のリーグ戦のすべての試合を出場停止にします。そして来年度は3部からスタートです。終わり？え、もうできへんの？試合できへんの？え、去年あれだけ俺ら活躍したやん。全国1位やったやん。今年も優勝候補やったやん。で、4年間ここまで一生懸命全力でやってきたやん。
もう試合できへんの？仲間と練習できへんの？なんでなん？それだけじゃなくて、何？3部からスタートってどういうことやねん？いや、言うても変わらへんわな。だってルールやもん。署名集めたり、OB、OG さんに協力もしてもらった。いろんなことやったけど、結局、その結果は変わることはなかった。予定してた時よりも、半年も早く、引退、終わり。終わりです。関係ないみたい。一生懸命やってるとか、夢中にやってるとか。突然亡くなったよ。すべてをかけてたもの、俺を支えてた自信っていうものが一瞬になくなった。しかもそんだけじゃない。来年は3部からスタート。後輩にも迷惑をかけた。最悪な終わり方やった。だからな、ほんまに誰にも話されへんかって。話せへんことってあるやん。今やからわかる。明日が今日と同じように来る。そう思っていた俺は本当に大バカ野郎やったなあ。全力でやるって、全国一位でやるって決めてたやん。覚悟してたはずやん。でも突然ラクロスがなくなった瞬間出てきたのは後悔だけや。なんであの時もう一本多く走ってなかったん、なんであの時筋トレをサボってしまったんや、なんであの時俺はシュート打たへんかったんやって、全力でやらへんかったんやって、本気でやらへんかったんやって、後悔しか出てこへんねん。先延ばしにしてた自分のこと許せへんかった。甘えてたんよ。明日は来るって、まだまだ一年あるって、そんな自分を引きちぎってやりたかった。考えてみや、誰かと約束しましたか？明日が来るって。明日は今日と同じように来るって約束した？契約しましたか？サインしましたか？神様とそんなん言ってくれたかい？そんなことありえへんや。明日が今日という日と同じように来るなんて誰にもわからへんねん。コロナが来る、地震が来る、洪水が来る、病気になるかも、交通事故になるかも。で、俺と同じようにある日突然何かわからん、自分にはどうしようもできへん何かによって大好きなものができなくなるかもしれへんねん。明日が来るなんてわからへんねん。ただ言えることは、今というこの瞬間、これだけは確実に存在するねん。だからあなたに伝えたい。もう今というこの瞬間を後悔のないように 100% 全部やる。これやった方がいいんちゃう？やる。あれやりたい？やる。この瞬間にできることはやる。明日なんか来るかわからへんから。今はタイミングじゃない。完璧になってからやろう。いつかやる。そんないつかなんて来るかどうかわからへんや。これだけは約束する。いつかやるっていうことに期待して、今を全力で生きてなかったら、そんないつかは絶対に来へん。今というこの瞬間を本気で全力で自分の全てを投入してやっていく、その一歩、その一歩があるから道ができていく、未来ができていく。俺はそういう風に信じてる。俺の全てやったラクロスが、大事な青春が一瞬でなくなった。残ったわよ、後悔が。俺みたいに後悔するそんな人は増やしたくないね。だからこの瞬間に全力でやってほしいって、俺はそうお願いしたいし、それだけじゃない。俺自身が自分の心に、自分自身に
約束して、もし明日という日が来なくても俺は最高の人生を生きたって、そういう風に思える毎日を過ごすって、今というこの瞬間に全てを出し尽くすって俺は決めた。いつかなんてほんまに来おへん。どっかの誰かが幸せにしてくれる、そんなんは保証されてない。あなたを幸せにするのはあなたしかいない。だから俺はあなたがあなたの全力を発揮することを心の底から応援したい。はい、話せた。本当にね、もう自分も苦しかったし、それだけじゃない、下の学年にずっとずっと迷惑をかけてしまうっていうことが受け止められへんかった。記憶から消した。あってはならないかもしれんけど消した。でもな、それはな、消えへん。ずっと残ってた。この辺に黒い重いやつが残ってた。重しとなって俺を引っ張ってた。でも今日ここであなたの前で誓えた。今日という日を全力で生きるって。だからこいつ、この黒いやつ、ちょっとすっきりしました。聞いてくださってありがとうございます。もし少しでも元気が出た、力になったっていう方がいたら、高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです。こんな感じでこのミスターおかちのチャンネルでは、生きる力が湧いてくる、そんな配信を全力でやっていきたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。はい、以上です。それでは素敵な一日を。さよなら。ラクロス最高やった。